菜の花入りポテトサラダ。はい、春野菜はね、免疫力アップに必要な栄養素をたくさん含んでいるので、春が1年の中で一番野菜を食べてほしい季節でもあるんですね。はい、新じゃがに春人参、菜の花ということで、春の野菜たっぷりのみんなが大好きなポテトサラダを今日はご紹介したいと思います。はい、最後の仕上げにね、卵のゆで卵の黄身を散らすんですけれども、これがまた彩り綺麗で食欲をそそますね。はい、すごく綺麗です。それでは材料を見ていきましょう。こちらです。材料は4人分です。じゃがいもは1個 150g、人参2分の1本 100g、菜の花 50g、ゆで卵は1個、ハム3枚、フレンチドレッシング大さじ1、塩ひとつまみ、胡椒少々、マヨネーズ大さじ3、こちらは好みで調整をしてください。そしてこの材料の中に入っていますフレンチドレッシングですが、基本のフレンチドレッシングの材料です。サラダ油は大さじ2、酢大さじ1、レモン汁小さじ2分の1、塩小さじ2分の1、砂糖と胡椒はそれぞれ少々ご用意ください。それでは先生、作り方お願いします。はい、作っていきましょう。春野菜たっぷり食べたいですもんね。はい、はい、まずじゃがいもです。新じゃがです。私の実家の徳之島から届きました。皮を剥いて、2センチ角に切ってください。はい、人参ですが、皮を剥いた後、いちょう切りにしましょう。菜の花は沸騰したお湯でさっと茹でて、みじん切りにしてください。水気をしっかりと絞っておきますよ。はい、はい、ハムは1センチの短冊切りです。好みの形に切っていただいていいと思います。はい、ゆで卵、白身と黄身と別々に調理しますよ。ほうほう、白身の方は粗みじん切りにしてください。黄身は最後トッピングで使いますので取っておいてください。はい、1個分です。はい、鍋に水を入れていただいて、じゃがいもと人参を茹でるんですが、うん、一緒に茹でると混ざっちゃうと後で大変なので、うん、こういう味噌こしなどを使ってですね、はい、うまく区切るんですね。そうですそうです。で一緒に茹でることができます。うんうん、土の下にあるものは水から茹でますよ。はい、そしてじゃがいもに竹串が通るぐらいまで茹でていただいたら、水気を切った後、しっかりと火にかけてですね。水分を飛ばしてください。はい、ちょこっとあんまりすると焦げちゃうので、はいはい、少し火にかけて水分を飛ばします。でじゃがいもは熱いうちに潰しますよ。熱いうちがいいんですか？はい、熱いうちに潰してください。はい、で味をつけるのも熱いうちが染み込みやすいので、うん、はい、慌てず。はい、でこの潰し方も、じゃがいものゴロゴロが残っているのが好きな方は少し。ちょっと食感をね、楽しみたい人は。私結構食感残ってる方が好きだったりします。はい、これぐらい残しましょうか、じゃあ。はい、思いっきり残してもらっても大丈夫。わかりました。ゴロゴロといきましょう。はい、で、じゃがいもに先に味をつけますよ。フレンチドレッシングです。はい、で、このフレンチドレッシング、市販のもの使っていただいてもいいんですが、はい、今日材料を紹介しましたけれども、こういった小瓶を取っておいて。ほうほう、お酢、サラダ油、塩、コショウ、砂糖とレモン汁入れていただいて、はい、シェイクするだけで簡単にドレッシングができるので、作っておくとサラダにも便利ですよね。簡単ですね。はい、使う都度パパって振ればいいだけですもんね。ちょっと高いんですよ、市販のやつって。意外と簡単に作れます。はい、はい、じゃがいもにフレンチドレッシング大さじ1、それから塩一つまみの胡椒少々で味をつけます。先にじゃがいもに味をつけておくとね、いいですよ。先生、私いつもじゃがいもと全部の材料を混ぜてからやってたんですけど、じゃがいも先に味付けなんですね。ちょっとモサモサしないですか？しますします。しっとり仕上がるんです。じゃがいもにドレッシングをあえておくと。はい、ここに入れていきます。はい、刻んだ菜の花。それから人参。綺麗ね、色がね。もうこれだけでも春を感じられそうです。はい、ハムは3枚分です。はい、で卵の白身。はい。別にしておいたものですね。マヨネーズが大さじ3杯入ります。はい、でよく混ぜ合わせますよ。はい、ここでやっぱりちょっと黄色が欲しいじゃないですか。そうですね。菜の花入りですからね。よく混ぜていただいて、器に盛り付けた後にゆで卵の黄身。こういったおろし器を使ってもいいですし、はい、さっきの味噌こしを使ってもいいです。ざるなどでこしていただくと、このように菜の花が咲いたような仕上がりになります。出来上がりこちらです。綺麗ですね。